魔女の下僕と魔王の角は、持ちによる漫画作品。スクウェア・エニックスの月刊少年ガンガンにて、2014年5月号から連載中。スピンオフ作品として、主人公アルセニオとサウロの少年時代を描いた、峡谷のレクエルドがある。薬草魔女、ベティの下僕であるアルセニオは、ベティの死である大魔女ビビアンの難病を治療し、ベティを笑顔にするために、 薬の材料を集めに単身で魔王城に踏み込む。そこでホーマンボディの少女、霊と出会い、彼女とその仲間と共に魔王から角を手に入れようと奮闘する。食べることで魔力を吸収し利用できる生き物。魔力を求めて生き物を襲う習性があるため、多くの国で恐れられている。魔力を取り込めないと肉体どころか体力すら維持できず、魔法を使うとさらに消耗が激しい。 精霊が人間の体に宿ることで魔物と呼ばれる場合もあって、この時に強大な精霊が宿ると宿られた人間側が人格を保つことができず表現ないし、発狂するため悪魔付きとも呼ばれている。万物に宿ることができ、魔力を持った存在。実体を持たず普通の人間の目には見えない。のの善悪よりは心のありように応える性質を持ち、 そのため欲望の強い者にはそれを利用するような精霊が近づくことが多い。そういった精霊は悪霊や悪魔と呼ばれる。ヒュペルボレアでは姿形を持たない精霊は姿形を持たない心に宿るとされる。守護霊となる良い精霊は頭に宿り、乗っ取りを企む悪い精霊は胸に宿ると言われている。道具など心のこもった者には精霊が宿り、魔法使いは 宿題として精霊に魔力を提供してもらうことで魔法を使う。トノコ神教では精霊と呼ばず悪魔とされる。魔力は神が天使を通して貸してくれるものであり、用が済んだら返さねばならないが、返さずに横取りする天使がいて、それを悪魔と呼ぶ。魔女の魔法や魔物の魔法は悪魔の力を使う悪い魔法とされ、盗まれた魔力を返すために滅ぼせと教えられている。 しかし、神は、精霊の一種であり、祈りは栄章と同じもので、トノ子神教は悪霊を払いに特化した魔法だろうとエリックは、推測している。地図や、地球儀から、大陸の形は、地球と同じで、天体の名前等も一緒である。年代としては近現代に似ており、重機も19世紀末レベルまで発達していて、テレビ放送も行われている。魔物が存在しているため、 国家間の行き来は難しく外洋航海は小舟に止まっている。魔物の被害を防ぐため攻撃魔法に特化した魔法使いが存在する。魔女が使うものも含めて一部の魔法は銃器への防御にも対応している。エネルギーに関しては魔力と電気が併用されている。発電には魔法人を用いる国とそういった魔法を禁じ科学的技術を用いる国がある。 特殊な図形。地面に描いたり布を縫い合わせたりして作ったものに呪文を唱えて魔力を込めると発動する。作中に登場する魔力を込めることにより様々な能力を持った道具の総称。魔女の魔法によるものを魔道具、魔法使いが攻撃魔法を使うために使うものを道具と呼び分けているが本質的にはあまり変わらない。基本的に道具なしでは 人間は魔法を使うことはできない。道具は心を込められて贈られたものはもらったものにしか価値がなく他の人間はその道具を使って魔法を使うことができない。道具職人は作品そのものに心を込めるので職人の作った道具は誰でも使うことができる。なお魔法使いの魔法は効率と速度に特化しており道具がないと魔法を使えないが道具を通して 外部の精霊から魔力を得るため、いくら魔法を使っても魔力は尽きない。トノコ神教の職人は道具に信仰心を込めるので、同じ神を信仰する者には価値があり、信者であれば使える仕組みになっていて、アルセニオから話を聞いたサムもよく考えたものと評価している。ありがとうございます。